長期分散投資のお金の準備についてですね、ご相談いただいてます。どういうふうに投資のお金を準備すればいいのかってことですよね。まあ、長期投資に関心持たれている時点でほとんどの日本人と差がついているので素晴らしいことだと思うんですけど、実際節約の仕方ですよね。問題になるのは節約の方法とか、まあ、捻出の仕方ですよね。投資に回すための、まあ、とにかくですね、まず家計簿をつけて、まあ、家計簿アプリとかありますので、まあ、おすすめのものは LINE に聞いてもらえばいい、僕に聞いてもらえばいいんですけれども、節約の、方法としてはですね、固定費を見直すということですね。一番大きな毎月かかるものから、順に見直していくといいと思います。で、本当にこれが必要なのかというところをですね、まずこれが一番の、投資のためのお金の準備の方法だと考